ちゃん始まりました。イエーイ。ドクターおみんです。みんなです。きよちゃんです。こんこんです。よろしくお願いします。はい、てなわけで、私が出たということは、現れた、なんとなく予想つきますよね、皆さん。あれでしょ、ウィキペディア見ながら喋るやつでしょ。うん、それ前回のやつ。それ前回のやつ。それ前回。あ、違う、今回。今回はですね、おっぱいトリビアを持ってきました。おっぱいトリビア。はい、おっぱいについてのことを10個ぐらいあるんですけども、うん、もうみんなが、へぇって思うことを持ってきました。へぇって思ったらじゃあへぇっていう。そう、空中で、へぇボタンを教えてもらって、何へぇか言っていただければいいなと思っております。はい。懐かしんでください。はい。はい。てなわけで、早速。はい。1問目。クイズなの？クイズじゃねえな。クイズなの？なんだ？ 1 個目。1個目のトリビア。はい、イギリス人の女性はヨーロッパの中で胸が一番大きい。へえ。なんとなんでイギリスの女性の半数以上が A カップ、ABCD、D カップらしいですね。D カップ。D カップです。そうでもないって思ったんだよ。そうでもない。思っちゃうけど基準が。私が言ったら胸が大きいよね。でも日本人の平均で言ったら、平均で言っても C とかぐらいなのかなって思うと、そうそう、半数 D あるって言ったら結構確かに大きいよね。半数以上って書いてある。そしたら私日本の平均ですか。日本の平均。へえ。はい、次。世界一大きい人工おっぱいのサイズは 3.8 キロあります。え、だから 3.8 っていうのは、うん、メロンが1キロなので 3.8、 メロン 3.8 個分。 G カップが1キロ、そうね、 G カップが1キロ、メロン1個。え、これメロン1個分もあんの。へー、香港ではブラジャー学を専攻して学士を取得できる。へえ。やばない、ブラジャー学だって。何学部？お、ブラジャー学部みたいな。すごっ。言いたくない。お前何学部？ブラジャー学。え、男の人もいんのかな。いるでしょう。で、しかも学士になるんだよ。へえ。やばくない？学ぶことあるんですね。ね。ね。左胸の方が大きい女性が多い。あ、でもこれは聞いたことありますよね。心臓があるからっていうの。私右なんだよね。え、でも右なんだよね。あともう一つが、右利きの人が多いじゃないですか、日本でも。そうすると右手をすごい使うから、こっちに筋肉、なんていうんだろう、痩せやすい。へえ、だから左なんだ。動かしやすいから、だから左の方が大きいって聞いたことある。人間は成長によって胸が大きくなる唯一の哺乳類らしいです。すごいな。え、でも分かったね。はい、最も大きい自然なおっぱいのサイズはなんと25キロ。めっちゃ重いやん。めっちゃ肩こりそう。ギネス乗ってる人じゃない多分これ。 Z カップ。最後じゃん、アルファベット最後だよ。 Z カップ。25個あるうちの一番最後。最後そう。もうそれ、その人基準に考えたよね、きっとね、もう。多分そうだね。それ以上ないんだね、もうね。カップ数がだんだん。測んなくても、もうあの、Z カップですって感じよね。いやー、なるほどね。結構面白いね、おっぱいトリビア。なんか知らないこと多すぎてさ。そう。結構面白かった。意外と調べると面白いものが出てきます。はい。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、しゃべちゃんでした。バイバーイ。